はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はちょっと普通の話、病気の話じゃないんですけども、ちょっと自分おっさんになったなっていう話をね、たまには挟んでいこうと思います。今年になって、約8年ぶりにね、 Wi-Fi 無線 LAN インターネットの機械を変えたんです。新しく買っていて、どうも家の Wi-Fi の調子が、インターネットのね、電波の携帯の調子が悪くなったんで、ちょっとなんかイライラするなってなって、で奥さんと話して、これどれぐらい使ってるよって、もう8年9年ぐらいちゃうかってなって、なんか変えようかって言うて、ネットで頼んだんですよ。携帯でね、インターネットで頼んだんですけども、まあ、それがこの、まあもう接続したんです、空箱なんですけどね、 PT リンクっていうやつ、このなんか角3本入ってちょっとかっこいいやつなんですけど、まあ、これに変えたんですけど、変えて、まあ、線差しはいけるかって、まあ、なんで8年ぶりだったんで、線差してなんかちょこちょっとパソコンで設定したらいけるやろうと思ってたんですけども、待てど暮らせどインターネット開通しないわけですよ。だからどうやらプロバイダーの契約の情報を入力せなあかん画面に入ってきて、まずその紙で探すところから始まりますよね。その紙に探しました、見つかりましたよ。で、その入力情報入れましたよ。で、まあ開通するかなと接続に失敗しました。もう一回入れ直して、パスワードもね、入力番 ID とパスワードを入れて、また失敗しました。これどないなってんねんと。ってなって、結局、サポートセンターに電話したんですよね。サポートセンターに電話したら、まあ丁寧に、こう説明してくれたんですけども、じゃあ私ともう一度入力をし直しましょうって言われて、ガタガタガタって入力してたら、これで15分でぐらいでプロバイダーの認証が出て開通しますので、しばらくお待ちくださいって、またもしこれでも繋がらへんかったらもう一度こちらにお電話いただけたらと思いますって言われて、まあ15分以上30分もあって、待てど暮らせどできへんのですよ。ほんでやっぱもう一回ね、サポートセンターに電話して、まあ、違う人やったんですけども、先ほど電話したこうこうこうでプロバイダーがどこどこでって言ったら、ああそのプロバイダーどこどこさんの先ほどほんまに30分ぐらい前にお電話された方ですねって言われて、あそうですそうです、すごいな、話通ってんなと思って、でそれひょっとしてお客様 ID 入力アットマーク以降入力されてないんじゃないですかって言われて、え、どういうこと？よくあるんですけども、入力情報こんだけありますで、 ID アットマーク以降の文字も ID 情報としている場合があるんですよって言われて、え、そうなん、そんなんさっきの姉ちゃん言ってくれてへんから分かれへんかったわって、まあ、このおっさんみたいに言ったんで、おっさんやから言ったんですよ。なら、そのアットマーク以降入力しますって入力しました。で、パスワード入力しました、エンターキー押しました。ほんならね、もう10秒ぐらいでピキーンって開通しました、おめでとうございますみたいな感じになって、あ、すいません、開通しました、ありがとうございますって言って、まあ、すぐ切ったんですけども、まあそのね、そのサポートセンターのお姉さんのせいにしたくないですけども、もうちょっとなんかこう言ってほしかったなっていう、なんかね、この人のせいにしたらダメですけども、こっちのこの収まりきかんところがちょっとあって、まあおっさんになったらちょっとね、もう あかんなー思いますね。機械系とか別に得意やったんですけどね、まあね、結婚する前とかからも、まあ僕自作パソコンとか作ってて、でその友達の家パソコン買うからインターネットどうするんって言って、プロバイダーはどうこうなんとかは、まあ、契約してんねんけど、
自分で設定できるからって言われてもできへんねん、来てくれへんか、じゃあ行くわ言うて、いろんな友達の家のインターネットの回数を僕が信じてた方なんですよ。それがあるからなんか生きて自信あったんでしょうね。なんかやってもあかんわ、8年ぶりにやったらあかんわってなって、それできなかったんですよ。ダメですね、おっさんになったらね、見た目はこんな若くしてるのに中身もおっさんになってしまったらあかんなって思って、まあ言い訳しますと1年間ブランクあったんでね、入院してたんでこういう外の世界とかね分からなかったんで、ちょっと自分のことを多めに見てあげようかなと思います。あの話はね、まあ今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ、僕は元気でーす。